今見たら坊主やってで嫁、ね、で嫁にいやよくその髪型で銀座歩けてたなって言われましたじゃあ早速、カジさんぽ恒例サイコロトーク。さあ1投目いきます。でほんまに回ってんのかな。いや回ってない。うわ出た。はい、ディフェンスとしてのこだわり。まあでもこだわりとしてはやっぱりね、僕が抜かれた終わりと思って毎試合もちろんやってますよ。もちろん純ちゃんとかね、こう、うん、あの素晴らしいキーパーが頑張りいるのは分かってるけど、うん、もう僕が抜かれた終わりだなと思って毎試合やってるのは、まあ、こだわりっていうかもう当たり前なんですけど、まあ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 絶対に1対1では抜かれたらダメっていうと思ってますね、はい、とか、まあ、滑らないって、その滑らないってあのスリップの方、あのスライディングとかじゃなくて、ああいうのとかはもちろん仕方ない時とかあるんですけど、うん、まあ、極力、ね、こう滑らんようにこう、うん、まあ、もちろんスパイク選びもそうですけど、まあ、結局スパイクの問題じゃないんで絶対、うん、なるほどね、はい、やっぱ強い意志がないと多分そこには無理なんよね、多分ね、はい、あの次のサイコロに行かせていただきたいと思います。テレレレレレレテレレレレレレ、絶対回ってない。あ出た。目指す未来像。カジカフェ2代目オーナーですかね。絶対採用しません面接すら受けれない。ああめっちゃ怒られそうやから、すみません、すみません絶対怒らないですよ、そんなのいや、僕悪かったです。いや、案外僕がずっと怒られてるパターンですよ。いや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 、なんかあるの未来像。いやまあ、現役終わってからとかってもなんかコーチしたいとかあんの？でも昔は本当思ってました。プロなって何年目かまでは、あ俺も監督やりたいなと思ってたんですけど、うん、最近でもあんま思わないですね。でも監督って絶対大変じゃないですか。もうめちゃくちゃ大変。いやもうそんなね、特に上になればなるほどもうわがままの連中しかいないし、うん、絶対、うん、だからそんなをまとめてしんどそうや、ハゲそうやなと思う間違いなくそうなるよね、絶対ね。いやだからやっぱりなかなかやりたいな、やってみたいなと思うんですけど、うん、あもう絶対やるとは思ってないですね。でもかといってさ、自分でなんか起業するとかさ、そういうのもないんでしょ別に今のところは。いや何かやりたい、わかんないですよ、もういっぱいやってるかもしれないです僕。もうそれは何をやるんや。いやいや、それはいや何もやってないかもしれないし、それは分かんないですよ。もしかしたらもうセカンドキャリアに向けてやってるかもしれない。あこれ動いてるな、これまず俺絶対いいと思うね。唐揚げ源ちゃんとかどう？カジカフェの横にオープンしようやばい、ライバル店やな。いやまあでもまあね、まあ、後々考えていってほしいなと思いますね、それはね、まあ、考えざるを得へんからね、未来のことは、ね、まあそうですね。木場さんが在籍されていた、シーズンって時期っていうのは結構長かったですけれども、その当時のガンバってどんなチームだったんですか？僕が本当に高校卒業して入った年が J リーグ元年、はい、J リーグが開幕の年だったので、その時はもうすっごい盛り上がりで、万博が毎回満員になるような感じで盛り上がりはすごかったんですけど、やっぱりこの順位がなかなかこう伴わない中ですごい苦労したあの日々を過ごしていた中で、僕自身もそこの選手として身を置いて、なかなかこう結果が出ない、でサポーターの人の期待もある中ですごいもどかしい時間を過ごしていた、まあ、状況ではありました。実際にあの選手時代のこの接点もある片野坂さんがこの今ガンバのトップに立って、はい、新しいこうガンバを構築しようとされている、はい、まあ、非常に大変な1年目ではありますけれども、サポーターの皆さんもなかなかこう結果がついてこなくてもどかしい部分があると思いますが、どうでしょうね、
今シーズンガンバこの最終的にいい方向に向かっていくっていう言葉ってもらえそうですか。いやもうそこを僕も信じて OB として応援してますし、やっぱり加藤さんはもういろんな、まあ、広島だったり、まあ、大分だったりで、まあ、ガンバもそうですよね、コーチとしての下積みだったりいろんな経験されていろんな監督のもとでされてる方なので本当に多くの引き出し持ってると思うんですよね。そんな中でガンバに来て今このメンバーで何ができるのかっていうところを、まあ、構築しようとしているところだと思うので、まだまだいろんな引き出しを持って僕たちに見せてもらえると思っているので、まあ、そこが今ちょっと結果のところは少し難しさはありますけども、必ずこれを信じてやっていけば絶対勝ち点3が毎回来るような試合っていうのを見せてもらえると僕も信じてます。いやもう今の言葉をもうこれサポーターの皆さんのメッセージとしてね、ちょっと届けたいなと思いますけれども、じゃあサポーターの皆さんには引き続き熱く、そうですね、応援いただくのがもうベスト、もう信じて必ず結果出るんで信じて応援していってほしいなと思いますね。わかりました、はい、木場さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。アジ散歩次行くで、はい、あ、テレレレレレレレ、いらない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 本当に。最近やった楽しいこと、あ、楽しいこともそうやし、あ、幸せだなって思うこともそうやし、なんか人によってで楽しいことと幸せなことって違うやんやっぱり。いやそんなんもう家帰ってね、子供がいて妻がいてっていうだけでももちろん幸せですけど、まあレアンドロと喧嘩したことかな、楽しかったこと。逆にな。でもあれレアンドロと喧嘩っていうとほんまにレアンドロとみたいになるんで、僕レアンドロと喧嘩したつもりもなければレアンドロに言ったわけでもないんで。そうやな。まあでもやっぱサッカーできてることとかですね、試合に出れてることとかしか思い浮かばんな。結局日常やんな、日常で過ごしてることが楽しさとか幸せ感じるよね。結局そうなんですよね。次言いますよ。はい、お願いします。テレレ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 、もうサッカー選手として本当に単純にこの人すげえと思ったらやっぱ三尾さんですかね。あ、もうちょっとこう説明できないっていうか、もう全部トータル化け物です。あれはでもまあ確かにすごかったね、やっぱりね、現役時代、はい、現役時代一緒にやってって、やっぱりもう本当にすごいなと思いましたね、本当に。しかもなんか背中で見せれるでしょ、やっぱり、はい、こう戦ってる姿とかやっぱ男気があるというか、はいはいはい、いやかっこよかったですね。かっこいいよね、はい、確かに言葉でもね、もちろん言うし、うん、言うしね、でプレーでもやってくれるしっていう、はい、あ、まあ、確かにあれは一目置くね、はい、あれはもうすごかったですね本当に。あ、いいもの聞けた、確かに、まあ、一番最初に出てきたのは三尾さんですかね、やっぱり。でも一番最初に出てくる人がそうでしょ、やっぱり。いや、まあそうですね、もうそうだと思います、ね、はい。じゃあ最後、まあ、次に向けたこのサポーターへのちょっと熱い気持ちをちょっと言ってもらえたらなと思います。やっぱ連勝、もう3連勝4連勝と届けたいと思いますし、まあ、ホームでの勝率を考えてもホームでは本当に負けてはいけないと思いますし、ホームでまず勝ってる姿っていうのをどんどん見せていけたらと思っています。なんで、これからも一緒に戦ってもらわないと、いけないですし、それに応えれるように僕らも一生懸命頑張るので、引き続き、共に戦って共に笑えるように、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。まあ、間違いなくね、あの制限あるときなんか、観客制限あるときと今も制限ないですから、まあ、それは全然違いますよね、やっぱり入ってる。そうですね、まあ、神戸戦なんかもね、はい、気持ち的に盛り上がりますからね、やっぱり押されますからね。でも本当にあの僕が来てから、ね、ガンバの応援一回も聞いたことないんで。ほんまや、そうだ、はい、僕と共に声出しゃかんねや。僕と共にコロナが来たので。そうかそうか、はい、そういうことか。それはでも未だにあれですよ、もやもやっていうか、
うん、早く聞きたいなと思いますよ。はい、今日のゲストは庄司源選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。スタジ散歩初登場の柳沢選手に来ていただきました。お願いします。どうも。お願いします。イケメンやし掃除も好きやし全然崩れてこうへんな。だったら、うわ、うざいうざい。いやこれちょっとダメなとこ出たかな。